じゃあ今日のニュースです。はい、今日のニュースをまたまたお願いしましょう。中野区のスポーツセンターで、うん、えらい地域限定吹き矢が行われました。吹き矢の大会かなんかが行われたよね。これ毎週金曜日に練習するそうです、うん、それ普通のサークルみたいなもんかな、うん、私は7メートルからやっています、うん、しかもおかんの日常を言うてるやん。それ平均年齢は70歳、うん、まあ高齢者のスポーツやからね。みんなメイドの土産にやっています。みんな健康のために来てはんの。これ私は健康のためではありません、うん、あ、違うの。おかんはほら何のために来てんの、うん、自宅のゴキブリを返すためです、うん、いや無理無理逃げても仕方があります、うん、まあ、それ仕方ない。もうやめとき、うん、夜直しに使います。夜直し、吹き矢で夜直し、何をするの。領収書を書き換える議員、うん、まあいっぱいおるね、ほんま。っていうかもう9割9分そうやね。振り込む詐欺をする人、振り込むって振り込んだらええ人になってまうで、それ、うん、お菓子を万引きする人、お菓子限定じゃなくて万引き犯でもええけどな、うん、歩道を爆走する自転車、まあドーンって当たってそのまま逃げていくやつね。悪いやつばっかり、全て私が退治します、うん、ああこうやって吹き矢でフッフッって捕まるわ。そんなんやったら持ってるだけで捕まるわ。そう思って、うん、他の武器も訓練してます。武器って言うてしもてるやん。何なんよダーツ。あ、これかいな。いやあれ遊びや、ええ加減にしなさい。